日のね、キクアの俺的にはチャレンジなネタやなと思ったのよ。あ、イタリアンシガーブルドックスが。そう、つかへんのよ。あ、つかへんかったっけ。昔俺が言っちゃってたけど。あ、言うつかんかったっけ。使ってない、ついてない、ついてない。あ、そうか、そうか。そう。で、あの、結構周りの評価も良かったり、お客さんのアンケートも見させてもらうんやけど、はい、まあ賛否あって、はい、自分的にはちょうどいいなと。なるほど。全部いいやったらこれ以上伸びに気がするけど。はい。あ、ちょっとこここうしたらみたいなアドバイスくれてたりとか。なるほど。だから多分まだまだ伸びるいいネタを相方は作ってくれたと思います。よかったです皆さん。今日も一日楽しんでいきましょう。いや、それあんたのショート動画のやつやん。やめてもらっていいですか。頑張りましょう。終わりの時に言うやつやんか。おう、ちゃんと見てくれてるよ。見てるよな。それは見てるよ。あれ、毎日面白いよな。いや、面白いよ。あれ、俺、すごい面白いな、思う。いや、なんやったら、今このスタンド FM やらせてもらって、うん、YouTube 上げてるけど、俺編集しながら、ニタニタしながら編集してるから、見たら面白いと思うのよ。あ、イタリアンシガーブルドッグ面白いよ。これ面白いと思うけどね。そうやろ。面白いと思わない。10何年もやっていいよ。面白いと思うけどね。よかったらみんな広めてください。お願いします。面白いと思うよねって言いながら。ね。はい。皆さんコメントありがとうございます。エミさん、ボンバヘ、ボンバヘお願いします。エミさん、ブレブレ写真だね。ってことで、マッキーさん、ボンバヘってことで、マッキーさん、エミちゃん、ボンバヘって。マッキーさん、またパワーアップしてません？アイコン。ほら、もう、だん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 ですわ。すごいパワーアップしてへん？なんか、びっくりマンシールにそうな。びっくりマンシールにいたらパワーアップしとるってことけ？いや、なんか、あれすごい細かいやん。細かい。絵が、可愛らしくて細かいやん、びっくりマンシールの。確かに。お助けキャラみたいな。うん。あの時出てきそうな雰囲気じゃない？確かにね。あったいいね。エイさん、そういえば、ブルドックスちゃんの制作は、フェードアウトって。そうやん。あ、やっ。ブルドックスちゃん作るの忘れてた。ほんまやね。書かないと。ね。福原画伯にちょっと書いてもらいますわ。皆さん、マッキーちゃんまたアイコン変えたね。マッキーさん、イタリアンシガーブレドッグ。写真がブレてるってことで。はい、マッキーさん、福原さんのコスプレバージョンです。ってことで。福原さんのコスプレバージョン？福原なんや、これ。ってこと？ボンジョールのグラッチェで書いてる。でも、マッキーって書いてるよ。ちゃんと。コラボや。コラボさせていただきました。ブッコさん、イタリアンさん、エミちゃん、マッキーちゃん、ボンバヘーって、ボンバヘーって言って、マッキーさん、ブッコちゃん、ボンバヘーって、ブッコさん、ラブレター、フロム、ボンバヘー。ボンバヘー。ブッコさん、もしもあなたが一緒にいたら、ラブレター、フロム、ボンバヘーみたいなことね。エミさん、今度は T シャツ、ブルドックスちゃんのデザインにするとか、ってことで。タラさん、イタリアンさん、皆さん、ボンバヘーって、エミさん、ララさん、ボンバヘーって、チップさん、皆さん、ボンバヘーって、マイキーさん、ロイちゃん、ボンバヘーって、皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。続々と来てくれております。はい。ということで、皆さんいじってくれたんで、本日のライブ配信限定画像なんですけど、昨日単独ライブが、事務所ライブがあったお前、単独好きやな、お前。好きやらば単独しようとしてるな。してない。知らんところで。好きやらばできるもんじゃないから。知らんとこでやってんな。事務所ライブがありまして、うん、その事務所ライブのバトルコーナー、うん、みんなが所属をかけた、後輩たちのバトルコーナーの優勝をしてくれたワンドール、うん、で優勝おめでとうっつって、うん、言って写真撮ろうっつって、もう一人後輩捕まえちょっと写真撮ってっつって、うん、3人のやつっつってツイッターあげるからっつって、わかりましたっつって撮って、あ、すいません、もうちょっと左寄ってもらっていいですか、と見切れちゃってるんで、みたいな。あ、すいません、もうちょっと照明がこんな感じで、あ、そこです、お願いします、はい、はい、行きます、はい、撮りましたっつって、この写真撮って。それ正解やもん。これが一番。そこまで断って、なんでブレてんねん。そういうもんやねん。2枚撮ってくれたからね。1枚はちゃんと撮れたから、それとツイッターに上げさせてもらったんで。ほな、焼き回しとかして、ちゃんと。いや、いらんのよ。今の時代、焼き回しってワードも出てこへんねん。あ、そう。いらんねや。もういらんよ、そんなん。焼き回す必要ないから。なるほど。みんなできちゃうからね。そうなんですね。はい、皆さん、コメントありがとうございます。あ、ボンバ編が続いて、どっから読んだか忘れたな。上から読もう、もう。はい。エミさん、ララさん、ボンバ編、ブッコさん、ララさん、ボンバ編、チップさん、皆さん、ボンバ編、マッキーさん、ララちゃん、ボンバ編、マッキーさん、チップちゃん、ボンバ編、ってことで、エミさん、チップちゃん、ボンバ編、で、ブッコさん、山内和夫単独ライブ、ほんまの単独やね、それはね。チップさん、私は昨日のネタ好きでした。あ、見てくれたよ。ありがとうございます。エミさん、福原さんの知らないところで、水面下で単独ライブの計画進行中なの、福原さんにバレちゃったねってどうしましょう、エミプロ主催でやるはずやったんやけど、チケット買おう。ちゃんとチケット買っていこう。俺それやったらなんかゲストとかでシークレットでバーン出てきてや、それやったら。なんで客席座って見てんねん。変に緊張するわ、それ。なんかこけそうな感じするね。いいいいいいかへんいかへん俺。まあこけるよ。
よ。山内和夫さんのぐらいは。マッキーさん、チープちゃん見たんだね。で、ブッコさん、チープちゃん、ボンバーヘイって、ラーさん、エミちゃん、マッキーちゃんって言われて、マッキーさん、山内さんの単独チケット買いますって言われて。もう、なんやったら、マッキーさんって行きます。山内一緒にでよかったら。なんか話します。そうですね。はい、ありがとうございます。いや、ほんと、ちょっとした小話なんで、小話というか、ちょっとしたエピソードがありまして、はい。前今はこの山内スタジオで、イタリアンシガーブルドッグスタジオで今、ラジオ撮ってるじゃないですか。まあまあ、単純に言ったら山内で撮ってるよ。そう。はい、それまでは YouTube 撮ってへんかった時は別のマンションの一部屋を借りて、そう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 。やってたわけじゃない。で、このマンションにもうあんまり行かなくなって、二人が。はい。ね。で、そのマンションに住んでる、普通の一般家庭なんで、はい。その家に住んでる小学生ぐらいの、小学1年生、うん、2年生ぐらいの子供の前に自転車を、チェーンが外れた言って、うん、俺が直してあげたら、うん、折り紙を振り貼って、ああ、いいね。ね、じゃあ、直してくれてありがとう言って折り紙振り合ったんやけど、うん、何分後かに、やっぱ返してって言ってきた子供がいるんだ。折り紙を。他の俺持ってこい。じゃないと解散そうぐらいの。で、この子がいるんやけど、まあ、うん、まあ、小人だったんかな、はいはい。それぐらいの子。うん、で、さっきこう来る前に、そのマンションにちょっと用事があり、行った。はい。だから福原は、まあ、暑いから、膝上20センチの短パンを履いてる。ああ、天気的に暑いってことね。暑いから。福原が暑い男って言われてる。まあ、両方ある。ね、両方ある。両方あるんやけど、はい、福原膝上20センチの短パン履いてる。はい。この子が学校から帰ってきた、うん、お兄ちゃん、ズボン履かなきゃダメだよって言われて。的確、あ、俺パンツに見えてんねや、思って。ショックやな。うん。でも、親父がそれぐらいのパンツ、トランクスとか履いてあるんかな、思って、部屋で。たまにいるよね。ほんまに。トランクスに見えへんトランクスっていうのあるんやね、下着として、ほんまに膝上ぐらいの長いやつ、もしかしたらお父さんがそれ履いてはんじゃん、パンツとしてそれより俺が短い短パン履いてたから、お兄さんパンツ履かなきゃダメだよ。そう知り合いでいいと、え、それパンツなんすかっていう人いたもん。なんかほんまそう、だから恥ずかしになってきてよ。恥ずかしいよね、周りから見たら俺パンツ、そうパンツや思われる。で、チャリこいだらチャリこいだらもっとまくれ上がるわけや。うん、そうやな、これやばいな思って。自分はだってズボン履いてる。ズボン履いてもちろん、だって周りにそう見えてへんかったらただのつもりやからね、うん、パンツ履いてズボン履いてるけど、このズボンがちょっと短すぎるみたいな。あ、そう、まさに裸の王様と同じ現象が起きてるわけよね。お、自分は一番おしゃれな服を着てるはずやのに、周りはもう裸やって見えてるから。この裸の王様のね、ありましたね。それでは聞いてください。じゃ、歌じゃない。歌じゃない、昔話でありましたよね。昔話でありましたね。うん、まさにそんな現象が起きたってことですね。なるほど。はい、皆さんコメントありがとうございます。エミさん、山内と愉快な仲間たちって、エラさん単独ライブ、いや、嘘ですからね。やるんですからね。ブッコさん、福原さんの単独キャンプ手伝います。あ、いいですね、福原さんの単独キャンプね。マッキーさん、福原さんの単独キャンプ行きますってことで。すぐ来るからね。チームさん、マッキーちゃんのアイコンにワンちゃんもいるってことで、マキさん、チップちゃん、正解、マルちゃんは手書きよーってことで、マルちゃんってね、このワンちゃんね。はい、ありがとうございます。はい、ここに乗って、抱っこしてるのかな。はい、ありがとうございます。ブッコさん、福原さんの短パンライブ手伝い。短パンライブって何すんの。もうとりあえず、いろんな種類の。何もかも短いから。え、マキさん、短パンライブ行きますってことで、エミさん、裸の福原さんで、チップさん、手書きなのめっちゃ可愛いってことで。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。コメント。本日のテーマ、ラブレターということで。ラブレター。今回もね、たくさんラブレターいただいてますよ。ありがとうございます。ラブレターをいただいてます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。読ませてもらっていいですか？読ませてもらってください。はい、ありがとうございます。皆さんコメントありがとうございます。チップさん、うちらも短パン？ま、履いてもらえるなら短パンの方がいいんかな。短パンライブとドレスコードはそうでしょう。短パンライブ、まあ、キャンプなのかライブなのか。短パンライブの、うん、まず短パンで履いてきてくれた方は、500円。はい、ああ、安いね。チケット代。うん。履いてんかったら15万円。めっちゃするやん。短パンしかいいって。15万払って履いてきたらどうすんのよ。逆にこっちが震えるよ。申し訳ないで、すぐ返してっていう。震えるよな。500円にして返して。ほんまに15万払ったんですけど、受付から来たら。
エミさん、みんなスタッフとして行くよ。あ、だからみんなスタッフ来たらお客さんインクなんだよ。みんなお客さんとして来てくださいね。エマッキーさん、みんなで短パンだねーってことで、エミさん、プレミアチケットで、僕こそ、ビリーズブート短パン。マッキーさん、15万そう、びっくりですよ。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ早速1つ目いきたいと思います。お願いいたします。ボンバヘ初めてもらった。お遅いな。もうチャポン言い出してるやん。お水飲んでたからやん。頼みますよ。うん、ごまへ。ごめん。初めてもらったラブレターらしき手紙は小3か小4。うん、小1からとあるきっかけで同じ市内の他校の同級生と文通していました。はい、3年くらい文通してると、なんとなく淡い恋心は感じるもので、ある日届いた手紙にはその子の写真が入っていました。手紙の内容も少し変化があって、これはラブレターかなと思いました。淡いね。で、まあ、ずっと文通されてたっていうことは、うん、やっぱりその変化もわかるもんで、うん、そうだよね、うんうん。ね、どんな感じの内容やったよね。小学生、3年生、4年生ぐらいのラブレターで。でも意識するよね、きっと。するんかな。するでしょうよ。このだって文通してた他校の同級生の人、うんうんうん、まあ、会ったことあったんかな。写真は送られてきた。3年まあ文通してたから、うん、こんな成長しましたあの時からっていう写真なのか、うん、初めての写真やったのか、ちょっと気になるよね。確かに。ちょっとこれで1時間ちょっと行きましょう。いやいや、味せえへんでも。おい、お前、味せえへんって言うなよ。いや、1時間やるんだよね。あ、1時間やるんだ。うん、だってもう推測ばかりになってくるから、うんうん、こうなると。うん、ね、だから3年生のこの好きな子ができたって文通をずっとしてたから好きになったのか、はい、もともと好きだったのか。いやでもこのやっぱ連絡取り合ってると好きになるもんじゃないかな、きっと。そうなんかな、連絡、気になってなかったりどうでもよかったりそんな感じじゃなかったら連絡取らないじゃない、うん、まあね、うん、だからやっぱそこにどっかがあって、それがやっぱね、実っていったんじゃないかなっていうことで。これも実ったんや、ええ、あ、ゴールされたやん。ゴールされた。それでは聞いてください。何をやゴールされた。いやいや、それ試合で負けたやつの歌じゃない？そうか。ゴールされたって、いやいや、サビでゴールされた。やめときましょう。はい、やめときましょう。ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。福井さん、ちなみに会ったことあるの？小学生の時、文通って。文通はそんなせんやろ。ね、俺もしたことないよね、文通って。確かに。なんか、交換日記みたいなのは、ああ、そんな。しかも、班で。クラスの班ってあって。ああ、そっちの。6人ぐらいの班。クラスの中で作って。班でなんかそういうのはあった気がするけどね。びっくりした。俺あれ、坂本龍馬とかの班かな思って。お前、すげえ。土佐班とか。土佐班とか、薩摩班とか、お前すげえことやっとんなもん。ソラタンドクライブやった方がええで、思って。そんな奴らは行った方がええで。なんでそこに着地したんだよ。そんなわけないから。よろしくお願いいたします。はい、奈良さん、笑いスタンプありがとうございます。エミさん、どこにゴールされたのかな。え、マイキさん、生姜焼き予定だったのに、生姜がない。かっこ一人ごと。これちょっとシャレになんないですよね。シャレみたいやけど。ブコさん、しょうがないって言って、レラさん笑いって、チップさん、今スーパーにいるからしょうが買っていくよ。ご近所なんかな。レミさん、福原さんのタワマンの、郵便受けにラブレターいっぱい入れに行こう。一人からいっぱいもらってもな。ありがたいです。マッキーさん、チップちゃんありがとう、助かるって。ちなみに生姜焼きはタレに漬け込んだらあかん言うてタモリさん言ってましたんで。あ、そうなんや。そうそうそう。もう味付けて、もう、で、最後に味付けるんかな、フライパンで。あー、だけでいいんや。はい、こう言うてはったんで。逆に漬け込まへん方がいいんや。そう。なんか片栗粉みたいに何とかこう、なんか豚肉にやって油、なんか焼いて。うん。最後、油もひかんでええみたいなこと言ってやったな。いいんじゃないかな。多分、どの部位かによると思うけど。部位。うん。部位。そんな引っかかるか、V、そのロースの部分なのか、はい、なるほど、あると思うからね、うん、マッキーさん、ジップちゃんありがとう、助かるってことお願いします、エミさん、じゃあイタリアンさんは漬け込まなくてもいいんだねそうですね、漬け込もうとしないでくださいね、ブッコさん、今生姜の種を、植えたから待ってて待たすな他の食品がもう待てへんと思うけどね。はい、じゃあ続いていきます。お願いします。福原ひろき様、はい、いいえ、ひろきちゃん、おい、お元気ですか。はい、ひろきちゃんに出会ったのは去年の夏、BC リーグの神奈川フューチャードリームスの試合を観戦していた私の隣に座り、ひねり上げとミロを差し出してくれましたね。俺のことはひろきちゃんと呼んでけろと笑いながら言いました。ひろきちゃん、野球のことにとても詳しくて、
俺キャッチャーやってたんだけどぎっくり腰で座ってプレイしてたら監督に怒られてしもうたんやでというようなエピソードも豊富にありました。あんなにお話が上手で面白いのだからきっとお笑い芸人さんか何かでしょう。あなたの出演するライブには全部通います。だからいつも私の隣に座ってください。実はもうお腹の中にひろくんちゃんの子供がいるんです。お腹の中からパパでしょと話しかけてくるんです。ほえー、今度うちの父のサブローマルゴンターザエモンと会ってくださいますか。サブローマルパミュパミュより。ありがとうございます。何を言うてんの。ねえ、ありがとうございます。なんか俺らが今まで話してきたエピソードをグーンとまとめてくれたっていう感じの、ね、まず訂正していきます。一個ずつ。あ、消していくのね。BC リーグ行ったことまだないんでちょっと。BC リーグって何？あの独立リーグ。野球の独立リーグ。はい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 。そういうことですね。フューチャードリームスの試合も見たことがない。ちょっとすいません、ないですね。もしかしたらなんか、うん、別の中継とかでネットとかで見たかもしれない。野球の延長で。あ、じゃあその時に隣に座ってた人いた。ネットで見ながら。で、ひねり上げとミロを差し出してくれた言うてるけど。あ、あの時、あ、違う。隣に誰かいた。あの子か。あ、違うな。あの子。何人連れ込んでんの。あの子かな。何人連れ込んでんの。どの子かも忘れたな。怖いわ、それはそれで。意外と連れ込むタイプの人やったわ。どの子か忘れたんな。皆さんコメントあります。エミさん、福原さんのタワマンの、あ、これ読みましたね。マッキーさん読みましたね。こっからだ。エミさん、じゃあ、イタニアさんを突っ込まれて読みましたね。どないやねん、お前。ブッコンさん、今、生姜ネタに植えたからこれ読みました、ね。どないやねん、お前。ここからか。ダダさん、マッキーちゃん買ってきてもらえてよかったね。よかった。エミさん、ケロって書いてあった。いや、本当にケロって書いてあったんですね。マッキーさん、うん、ブッコンちゃんもありがとう。待ってるねーってことで、カズポンさんこんにちは。カズポンさんこんにちは。ありがとうございます。一応15時半から16時半までの約1時間のライブ配信になってます。よかったら聞いていってください。お願いいたします。マキーさん、何かすごい頭の中がぐちゃーってなってるってね、ちょっと言ってる内容よくわからないんですけど、さん、イタリアンさんがブッコンちゃんが植えた生姜を回収しに行くからそれを持っていくから、マッキーちゃん待っててねって、マッキーさん、カズポンさんボンバヘッペスルーです。違う、スルーじゃない。多分同時、ほぼ同時に来てくれた。ずれたのね。そう、ずれた。ずれたっていう選手がいたね。ね。あの、日本の、あのソフトバンクか。いいっすか、皆さんのコメント。ずれたっていう選手がいて。皆さんのコメント今読んでるところで。読んでる、そう。ずれ、何、ずれたやろ。で、ずれたのかなって載せたずれたのかなって間違えたんやけど、うん、あの、ソフトバンクにずれたっていう選手が昔いて。あ、いたらしいですね。ずれたのスイングはすごいんですよ。すごいのね。うん。次行っていいですか。はい、どうぞ。はい、向川さん、カズポンさん、こんにちは。エミさん、カズポンさん、ボンバヘイで、マッキーさん、ボンバヘイイコール、こんにちは。ありがとうございます。このチャンネル、ボンバヘイが挨拶になってます。エミさん、福原さん、連れ込んでつけ込むのカズポンさん、絆の皆さん、枠の皆さん、ごめん、こんにちは。で、ララさん、カズポンさん、はじめまして。で、マッキーさん、私、待つわ。いつまでも待つわ。で、ララさん、ララと申します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ひろきと申します。よろしくお願いします。山内と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい。俺のことはヒロキちゃんの呼んでけろって言うたの。あ、呼んでけろ。しかも笑いながら。いや、どんな、笑いながら言いました。呼んでけろ呼んでけろあ、いや、これ絡まれたらあかんタイプの人になってるけども。はい、ありがとうございます。ますキャッチャーやったけど、ぎっくり腰は前言ってもね、このエピソードはね。うん、監督に怒られたっていうのも言ったもんね。心配にあったで、うん。あの、キャッチャー座りながら、うん、腰痛いから、うん、シャガマンと、がっつりあぐらかいて、少年野球でキャッチやってたら高めのボール取れんくて、審判の顔面あんだって、お前座っとれんけって言って審判に怒鳴られたんやん。そらそうやわな。ちゃんとせえとは思うわな。そうそう。その腰の事情知らへんからね、審判もね。そうそうそう。はい、ありがとうございます。あんなに思わなくて、ちょっときっと笑い芸人さんなんでしょう。これも合ってますね。あとのライブは全部通います。だから、いつも私の隣に座って、ここからもうちょっと気持ち悪い内容になる。あなたの出演するライブに全部通うのよ。うん、ああ、だから、いつまでも私の隣に座っててくださいって、もう客なのか。あ、俺も、俺客なのそうそうそう。あ、俺客なの客やろ、隣の隣に座んやから。へぇ、うん、あと、サブローマル、ゴンタザエモンさんと会ってくださいね。うちの父の。へぇ、ゴンタザエモン、うん。サブローマル。サブローマル。どうする？次の、うん、この、生配信の時に、はい、サブローマル、ひろきですとか言ってたらどうする？あ、こいつ養子に行って、養子じゃないか。向こう養子に行ったってなるな。そう。
さんびっくりするよ。サブローマルひろきです。はい、まあこうやってありがとうございます。だからこんだけ聞いてくれてるってことよね。ありがとうございます、本当に、うん。ありがとうございます、ね。とても嬉しいです。はい、定期的にこのラブレターをお待ちしております。はい、持って帰ります。はい、皆さんコメントありがとうございます。これかな、エミさん、やばい T シャツ屋さんならぬやばいイタリアンさん。え、僕さん、私も座りに行きます。エミさん、舞台に椅子置いて隣に座る逆に勇気あるけどね。コントやもん。漫才やってる横でそれされたらな。マッキーさん、そうしよう。エミさん、みんなで舞台に椅子並べよう。テラさん、チュンチュンって言って、マッキーさん、椅子、運びまーす。ってことで、ありがとうございます。ありがとうございます。テラさん、椅子に座りまーす。ってことで。ありがとうございます。普通のこと言ってるだけから、椅子に座りまーす。はい、じゃあ続いていきまーす。山内和夫様。出た。同じ匂いがしてきた。初めてお手紙を差し上げます。はい。和夫様にお目にかかったのは、私が住むマンションでした。エントランスに入ろうとしていた私に見知らぬヒゲ面の男がボンバヘイのマンマミーヤと叫びながら近づいてきたのです。これ本物の話じゃん。私は恐怖で固まってしまい逃げることもできませんでした。そこにカズオ様が現れてヒゲ面の男にカメハメハをお見舞いし、男は道路の向こう側の街路樹に吊るされる形となり、間もなくやってきた警察に連行されましたね。あの時カズオ様にお礼を申し上げたら仕事ですからと去っていかれました。父にその話をしたら、私は警護するために雇われた4級ガードマンなのだとか。和夫様、私はあの時のあなた様の勇姿に一目惚れをしてしまいました。ぜひともうちのマンションの管理人になって私をずっと守ってくださいませんか。もちろん管理人室は私の部屋でございます。あ、これほんまの話やん。いや、ほんまの話。いや、この前言うてたやん。何をよ。いや、なんか助けたんや、カメハメハを出してとかなんか言うてたやん。そこで引っかかるやん。ほんで管理室のなんかになる言うて言うてたやん。俺は管理室になるみたいなこと言ってたやん。いや、海賊王みたいに管理室に俺はなる。管理室になる言うてたやんけ、お前。部屋のみとかなんかですか。部屋になるのかな。言うてた、言うてた。いや、言ってないでしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。今までの話をなんかいろいろまとめてくれたラブレター調理してくださったってことで、ね。いや、本当にありがたい。ありがとうございます。テーマにぴったり、福原今年初のラブレターですね。いや、じゃあ僕もそうです。令和初のラブレターをいただいたということで、二人が。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。ヒゲ面の男がボンバヘイのまま見えるってことは、福原さんのことかな。いや、山内さんでしょうよ。違う違う、俺はだってそいつを亀鼻で倒してない。あ、それ痛かったわいやいや。痛かったの時。お前、警察に連行されてるのに、あ、そやって忘れるようなよじゃないからね。だって言っていい。はい、俺警備員のバイトも一週間みたいなだけしてたからね。カメハメハ出されて、ほんで警察行って、うん、で警察官が取り調べしよるから、うん、マフーバで電子ジャーニー警察官を入れて俺は帰ってきたやん。あ、そうなんや。 その警察官まだマフーバ、マフーバで電子ジャーニー入っとんねん。懐かしいな、マフーバ。でもマフーバ返しをしてきよる警察官もいるから気をつけない。相当強いよそれ。そうやね、マフーバ慣れしてるやんか。そうやね。はい、皆さんありがとうございます。皆さんコメントありがとうございます。エミさん、カメハメハ、ヒゲ面の人が吹っ飛んだーって言って、マッキーさん、すごいレターだーエミさん、管理室の人じゃなく管理室だったエミさん、今年の目標、管理室になる向こうさん、連行された人ってヒロキちゃんって、やっぱね、やっぱヒゲ面の人って思うから。そうなんですね。あんたのことやね。エミさん、電子ジャーの蓋を開けに行こう。危ないことするな。マッキーさん、それ冤罪だよね。カズポンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。またよかったら、ぜひ来てください。まあ、だいぶ変なことずっと言ってるからね。はい、もっとよかったら来てください。はい、じゃあ続いていきます。お願いします。イタリアンさん、中南の皆さん、ボンバヘ。はい、ある芸人さんが人生で一度もラブレターをもらったことがないと言っていたので、ラブレターを送りました。ただ、ラブレターを送っただけど、ああ、ラブレターもらったことないということに同情したんだなって思うから、うん、その前に少し時間をかけて、好き好きアピールをしたんです。うん、その後、便箋5枚ぐらいの長文ラブレターを送りました。返事が届きました。いつも応援ありがとう。これからもよろしく。だって。いや、ファンレターじゃなくてラブレターなんだから、そこは気持ちは嬉しいけどごめんとかそれっぽい言葉があるでしょ。うん、つまんない人ね、もう。ああ、なるほどね。なるほどね。
これはもう人によるのかな、うん、ここはふざけたらあかんっていう、うん、芸人もいるやろし、そうね、うん、だからそっち側の人やったんじゃないかな、そっち側の人、うん、なんでもかんでもふざける福原タイプじゃなかったってことね、あ、そうね、あ、締めるときは締める山内タイプってことですね、そういうことですね、うん、だからつまんない人ね、もう結果的に言われてしまうっていうね、そこで、そこはまだちゃんと乗らなあかんねんな、恋愛っていうのは、あ、そう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 、そこで閉じてしまうと、もう何もかもがうまくならないんで、まずはもっと広げていきましょうっていう、まあ、この人としては振りをしっかり立てたからね、好き好きアピールもして、あ、そう、そのベタをくれた方はね、うんうんうん、ただね、その好きとかこれに対してはね、ちゃんと返さんとほんま失礼になるからね、俺はこれに対してはあんま冗談言えんタイプかな、出た、普段は言えるけど普段は冗談しか言えへんけど、ラブレターをもらった時だけは冗談が言えないということで、聞いてください、山内和夫で冗談言えるかその歌紹介みたいな感じで冗談言えるやつおんのか、おらへんのかいな、聞いたことないわ皆さんコメントありがとうございます。で、これはどこからかな、マッキーさん、カズポンさん、バイバイみたいな感じかな。エミさん、カズポンさん、さようならって、マッキーさん、またお会いしましょう。カズポンさん、フォロー失礼します。また寄せてください。ありがとうございます。マッキーさん、ぜひぜひ、で、エミさん、また楽しみましょう。エミさん、冗談っていう歌。ありがとうございます。ありがとうございます。だから、ある意味、真面目に返さったから、失礼のないようにっていう方を優先されたよね。なるほど。うん。ちょっと期待通りではなかったかもしれないですけども、きっといい人なんです、この芸人さん、はい、芸人さん、そうそう、聞いてたんで、ある芸人さんがラブレターもらったことないから、じゃあ私が送ろうという話のスタートや、すごいなぁ一緒に参加してもらっていいですか、集中レディオあ、そう、参加してください、2個ぐらい俺仕事掛け持ちしてるんで今他のことを考えながら、いや、あんた今水飲んでるしかないから、仕事、あ、そうか、そうか、はい、ぜひ参加してください、お願いします、よろしくお願いします。皆さんコメントありがとうございます。マッキーさん、冗談どうぞやりづらいよそれも。ウッコさん、武田鉄矢の海援隊に冗談って歌あるね、あ、あるんや、ほんまに冗談って歌がね。マッキーさん、ほえー、エミさん、ほえーって、エミさん、水追加お願いしますお前、水のおかわり欲しいですわさっき買ってきたのにもう半分しかあらへん、ただの飲食店やそれはい、じゃあ続いていきますね、はい、はい、イタリアンさん、チュンダーの皆さん、ボマヘ、会社の人を好きになって直接告白なんてできなくて、うん、ラブレターで告白したのに会社帰りに走って追いかけられてごめんって言われた、せめて手紙で断ってよ確かにね、ああそうね、うん、まあ、職場恋愛が一番多いって言われてる昨今、あ、やっぱそうなんや、そう、でもこの前、この数年で、うん、アプリとか、はい、マッチングアプリとか、そういうなんで、聞くよね最近ね、そう、増えてきたっていうことで、まあでも今も今も職場恋愛が一番なんじゃないかなとは福原恋愛インストラクターとしては今思ってる、あ、やっぱそんなんや、でもまあ5年10年経つとそれがひっくり返ってくるんじゃないかと、あ、なるほどね、まあ確かにそうか、そう、今もう人と会わへんからね、直接なかなか、そうね、仕事でもな、そうね、最近の子らっていうか、まあ若い世代の言い分としては、うん、俺らの世代って普通に合コンとかもちろん昔はあったわけやんか、うん、そうね、でもここに行くんがめんどくさいと、うん、こんなんやったらもう直接もう狙った獲物をね、アプリで狙った獲物を行くみたいな、まあ、効率はいいよな、そうだからそっちをみんな選ばはるな、あ、そうなんや、うん、まあ、周りくどいんや、何がそういう高校で、そうそう、とりあえず場を盛り上げながら様子伺ってみたいな、あ、そう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 、そういうのが楽しかったりするんやろうけどね、そう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 、そういうのもめんどくさいんやね、そう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 そんなにやってんの、そう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 、よしよし、すごいそうそう言ってくれるけど、よし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 、可愛がり方が違うんだよやめてもらっていいですか、マッキーさんは、はい、お水ですね、って、どうぞ。ありがとうございます。ブッコンさん、マッキー隊員、放水開始、そんなに水いらんのよ。でも一人が飲む程度でいいんでね。チープさん、はいよって言っちゃって。ありがとうございます。エミさん、炎上してます。どうした炎マークいっぱい並んでるんです。マッキーさん、はい、放水しまーすって、マッキーさん、チップちゃんのコップに入れまーすって、ね、ちっちゃいマッキーさんなのかな、ちっちゃいマッキーさんだったかな、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあやっぱ手紙で返してほしいもんね。ラブレターはやっぱ手紙で返さなきゃいけないね。ラブレターはラブレターで返す、うん。手紙は手紙で返すのが理想なんや。確かにそうよね。うん。どっちがいい？何が？自分がラブレター書いたとして。うん。呼び出されて、結果を聞くのか。うん。電話で結果を聞くのか。それとも手紙で結果を聞くの。おえね。俺は、呼び出された方がいいかな。
あ、そう。うん。心理テスト、それ。違うね、答えないよ。答えないんかい。心理テストや思ってたかな。そんなポンポン俺作れたら本書くわ。本書け。書けへんねん。作れへんから。そうか、そうか。なるほど。俺直接の方がいいかな、やっぱ。どういうこと？直接呼び出されて断られた方が、うん、その後も友達として付き合えるから、手紙やと、距離が、うん、ごめんなさいっていう手紙やと距離ができたら次会いづらいやん。うんうん、やったら直接会って断られて、え、好きです言うて、まあ俺がラブレターを送りました、うん、でほなこの相手方が、うん、何日、どこどこだよ、じゃあ何とか公園来てよ、うん、みたいな、まあ、公園でもいいし行きます、うん、でいや無理私無理やわ、言い方やわ。その言い方はちょっと私和夫氏は無理ですなったらどうするんよ。だから、あ、そっか、分かったって、うん、ありがとうね、わざわざって返事くれて、もうめんどくさかったけど、来たけど無理でしょ、あんたが呼び出したよ、カズオシ、それやったら電話にカズオシってやめろ、ウジで呼ぶな。まあ俺で友達としてここからは、うん、そういうのができるやん、会ってたらっていうこと、うん、まあ電話でもできるかもしれない。いやで、会って もう振られ方次第やで、うん、私無理でもそうそうそうよ、でも福原さんはどっちがいいの、電話、手紙。いや、もうラブレターも、もう直言いや。直言いの直撃や。ラブレターすら送らない。もう。あんたがテーマこの考えたら、なんでラブレター否定すんのよ。ラブレターは俺めちゃくちゃ好きやったよ。好きやった。じゃあ、あのね、何よ。ラジオ聞いてた時に、はい、ザ・ブルーハーツのラブレターが流れてきたから、あ、ラブレターええやん思って、あ、なるほど、ラブレターにしただけやね。まあまあ、テーマはそんな感じで。そう。なるほどね。で、福原さん自体はラブレターあんま好きじゃないと。あ、そう。ブルーハーツのラブレターは好き。ああ。ね、曲は好き。なるほどね。うん、なるほど。で、ブルーハーツのラブレターのでテーマやったんや。そう。だからみんな、ブルーハーツについて語らない。そう、語りたかったブルーハーツのラブレター好きやけど、どうです皆さんみたいな。なるほどね。ブルーハーツの曲のラブレター、皆さんだいぶ誤解してましたね。俺も誤解してたもん。俺も誤解してたもん。いや、あんた誤解してないんだよ。はい、皆さんコメントありがとうございます。エミさんね、単独ライブあったら、好きって書いた横断幕掲げるよ。わ、めっちゃ嬉しい。もうそんなんめちゃめちゃテンション上がるからね。ねマッキーさん、横断幕いいねって。エミさん、真理。ムッコさん、応援口を好き作ろう。いや、嬉しいな。あ、いいね。それ嬉しいですわ。マッキーさん、それバージョンのアイコン作りました。ってことで。ブッコンさん、校舎裏に呼び出そうって、エミさん、ペンライトも作ろういいですね、セブさん、ハッピーも、エミさん、ハチマキも、ブッコンさん、ひもマギーさん、こんなの、お、すごい、ほんまや、アイコン変わった、なんで急にそんなん、うん、すごいな、それバージョンつって、すごいな、すごいな、エミさん、ひもは5種類用意するよめっちゃ用意するなありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ続いていきます。イタリアンさん、ボンバヘン。ごめん。高校生の頃、とあるアニメ雑誌のサークルメンバー募集の記事に応募しました。はい、サークルの代表は大学生の女の子、年上の女性に初めて憧れました。彼女から届く手紙は全てラブレターと思い込んでいました。思春期の少年にはありがちです。もちろん本当はラブレターじゃないって分かっています。私も好きとか直接的な表現は使わず、憧れている気持ちを伝えました。埼玉県草加市の女性でした。今でも草加という地名を聞くと胸がキュンとします。優秀な探偵さんとか書いてない？優秀な探偵さんにどうしてほしいね。書いてないか。うわ、書いてないですね。そうか。いいよね。まあ、疑似ラブレターみたいなことよね。疑似ラブレター。うん、ラブレターと思い込んで読んで、うん、それをなんか経験、体験するみたいな。そう、でもまあ、本人もそうじゃないとは分かってるけど、そういうふうに思ったらちょっとキュンキュンするみたいなことね、はい。思春期としてはやっぱいいですよね、こういうのはね。そうか。つまりね、そういう意味では楽しかったよね、文通とかしてたら、うん。そうね、今の俺のスーパーファインプレーとか誰も見逃したと、聞き逃したと思うけど。なんかした？おい、そうか、って言ったけど、うん、どこの何しやったっけ？そうかし。それ。いや、それはスルーでよかったんじゃないか。いや、これだけで1時間行きましょう、今日。無理やて。それは無理やけど。掘り下げんでよかったと思うけど。いやいや、掘り下げるとこやで。そうか。
今のはちゃうな。違うんかい。今のは違う。そういうことじゃないの。違う違う。違うんや。そうか。今の。いや、一緒やって。そう、俺のやって。ラナさんコメントあげております。掛け声も決めましょうって。マッキーさん、ヒロちゃん、カーくんってこと嬉しいな。ラナさん、奥ゆかしい。ヒロさん、ボンジョールの。そうやね、ボンジョールのやね。マッキーさん、ヒーロー、キー、カズオ、なんか煽られてるみたいだね。ラナさん、マッキーちゃん、いいねって。マッキーさん、グラッチェーって。チップさん、みんな着物で行くよって。マッキーさん、シーヨン。お兄さん、振り向いて手振るやろな。ノリいいから。最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。嬉しかったね。嬉しかったよね。嬉しかった。楽しかったんじゃないの？楽しかったね。うん。楽しかったね。中途半端やね。腹話術の出来具合が。楽しかったね。いや、まあ楽しかったよ。楽しかったね。うん。それしか言わないよ。それしか言わないよ。もし興味持たれた方はぜひスタンド FM 遊びに来てください。僕たちの実際の生のやりとりぜひやってみましょう。よろしくお願いします。それではまた次回見てください。ありがとうございます。早い人形にダメ出しすな。早かったね。人形にダメ出しすな。早かったよ。早かったね。また見てください。こういうことやってます。